皆様こんにちは。ご視聴ありがとうございます。私アイアウが、これからプラネットズーをやりたいと思っている人に、プラネットズーの紹介をしていきます。パソコンでSteamにて購入できます。詳しいパソコンの推奨スペックは、こんな形になっています。ゲームの性質上ゲーミングパソコンでないと正常には遊べない感じになっています。ゲーム自体は、基本ゲームと8個の DLC から構成されていて、ゲーム自体が4,750円、8つのダウンロードコンテンツが1010円から1220円で販売されています。ゲーム本体で遊んでみて長く遊べそうと感じたなら DLC を購入していくといいでしょう。8つのダウンロードコンテンツについて紹介していきます。この8つのコンテンツですが、多種多様な内容になっています。各地域の動物、景観ピースが入っていますので、好みの動物が入っている、また作りたい建造物、自然物が入っているものを選ぶと良いでしょう。詳しい内容を5つ見ていきましょう。オーストラリアパックでは、4匹の動物、230種を超える景観ピース、チャレンジシナリオが1つ追加になります。景観はとても多く、建築好きには、ぜひ欲しい DLC になっています。また、動物では、動物園の人気者コアラやカンガルーもあり、魅力的な DLC になっています。デラックスアップグレードパックは、唯一1220円と高めの設定になっています。内容は、サウンドトラックや壁紙があり、ゲーム外で使用するものも入っています。本当にゲームが好きな方用というイメージですね。景観ピースがないため、建築好きの方には合わないかもしれません。動物としては、3種の魅力的な動物がいます。北極パックは、4種の動物、新シナリオ、200種を超える景観ピースとなっています。プラネットズーでは、一番導入の難しいと言われる白熊が入っています。景観ピースも雪の演出もでき、寒い地域の作成には欠かせないものになっています。また、シナリオ追加も、嬉しいところですね。北アメリカパックは、5種の動物と250種を超える景観ピースの追加になります。景観ピースは、魅力的で熱い地域の演出には、とても使いやすいものになっています。特に、古代文明の建築材は、このパックでしか味わえないです。動物としては、可愛いゴマキサル、とても、かっこいいジャガーがとても魅力的です。アクアティックパックは、5種の動物、170種を超える景観ピース、チャレンジモード追加になります。水辺の動物には欠かせない水草等が、魅力的なパックになっています。動物としては、とても可愛いゴーサマペンギン、灰色アザラシに加え、とてもかっこいい、小人カイマンやオオカワウソがいます。水中を自由に動き回れる動物ばかりで、水族館のような飼育エリアを作れます。東南アジアパックは、動物8種と新シナリオ追加になります。景観ピースは、中国風の建築材が豊富にあり、動物の充実品等が追加されています。魅力的な動物たちが、豊富なパックになっていて、動物好きには、ぜひプレイしていただきたいです。特に、マレーグマの仕草、ウンキョウの仕草は可愛くて、とても癒されます。アフリカパックは、5種の動物、180種を超える景観ピース、チャレンジ動物園の追加になります。とても可愛く、魅力的なフェネックやミーアキャットは癒されます。また、アフリカ独特なカラフルな建築材で異国感あふれる建築ができます。南国感を出すのに、ぴったりな DLC になっています。また、タイムアタックシナリオの追加もあります。人里離れたオアシスで楽しむことができます。北アメリカアニマルパックは、2021年10月現在、一番新しい DLC になります。動物8種と、チャレンジ動物園の追加になります。超巨大なヘラジカ、とても可愛いホッキョクギツネやオグロプレーリードッグ、とてもかっこいい、キューマにアメリカアリゲーターが魅力的です。動物好きには、おすすめの魅力あふれる DLC になっています。いかがでしたでしょうか？お気に入りのダウンロードコンテンツは見つかりましたでしょうか？それぞれ、個性的な DLC になっています。どんな動物園を作りたいかによって決めると良いと思います。建築がしたい人は、景観ピースの多さ、動物好きには、動物が多いもの、景観を重視したものを選ぶなど、好きなものを選ぶと良いと思います。
ぜひ私たちと一緒に良いズーキーパーライフを楽しみましょう。次回は1年以上遊んできた私たちが各モードの解説、建築操作のコツ、フランチャイズモードで破産しないためのコツ等を紹介していきます。ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後まで見ていただいた方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントを残していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。またね。